ました、関東地方の親江と申します。あれ今日の、家政婦の、親江の頭ちょっと毛が伸びすぎ。そこのあなた、まさか、ちょっとやそっとでそんな髪の毛伸びるもんじゃありません。実はこれズラ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 なんです。カツラ。ですね、もう外野が最近はねうるさいですよ。沖縄にいる幼なじみのねケンちゃんは電話でね YouTube を見ててね、いつもね変な格好したり、ね、わけのわからないのかぶってねいるけども、自然体でいいんじゃないのって、自然体が一番いいよって。そしたらねまた近くのねお友達はね、いやいやそんなことはないよね、やっぱりね髪の毛伸びてなくてもやっぱりね綺麗にしなくちゃダメだよって。もうね外野がワイ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 うるさいんですよ。まだね3ミリしかねこれぐらいしかねまだね伸びてないんですけど、髪の毛がねおちょっと坊主が見えそうですよね。うるさくてうるさくて、で私はねもうねこんなにねもうガイアがねワイワイ言うんだったらね、ね口でね言うならねなんかね出してくれってお金でもね出してくれってね言いたいですよね。それは冗談です。もうね本当にね鏡を見て自分はもういつもいつもねもうため息ついてます。この頭どうしようどうしようって悩んでるんですよね。もう悩んでもしょうがないですよね。将来この白髪をねまとめて上にこう寒風言って、立派なねサンゴのかんざしもピシュッと刺して ねそういうスタイルにするか、また昔みたいに茶髪に染めてメッシュを入れるかね、元に戻すか、まあそれはねきっとね1年後の話なんですけど、今はちょっとね、いろんなかぶり物をしてねやっぱり皆さんの前にこうやって、出させてもらってるんですけどね、1年後、どういうスタイルで、その YouTube の前に立ってるか楽しみに待っていてください。で今日はですねよくお祝いの席でも弾かれるっていう曲なんですけども、一番しか弾けませんけど、ちょっと練習のつもりで弾きたいと思います。西原の、ガナシャガマです。1番当たって2番は、音だけだったんですけどもね、
この曲も軽快ですごくいい曲ですよね、これもぜひマスターしたいと思います、それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。失礼いたします。